池間島の沿岸からお伝えしていますこちらからは会場での捜索活動の様子が確認できます事故発生から10日が経った昨日現場では大きな進展がありました自衛隊は海上自衛隊のダイバーが特殊な方法で深海まで潜る飽和潜水を実施し機体の一部と隊員とみられる5人の姿を発見しました見つかった隊員のうち 5人人ののうち2ががが救助さされれまましたがその後死亡が確認されています現場周辺ではきょうも残る3人の救助や行方が分からなくなっている5人の隊員の捜索が続けられていてけさ早くから作業する隊員の姿が見られました自衛隊は事故原因の究明のためにも機体の引き上げ方法などについて検討を進めるとしています